他にご質問ございますでしょうか。そうしましたら木下さんどうぞ。フリーの木下です。2日に万博協会が公表しました防災実施計画で、3点ほど伺います。一つは前回の会見でもお聞きしたんですけど、防災実施計画とそれからその後マニュアルという話されてたと思うんですけども、今回の防災実施計画で、この大きな計画っていうのは最後っていう話だったと思うんです。ここから先にマニュアルの中でバージョンアップしていくっていう考え方もあるんでしょうか。それとマニュアルっていうのはもう完全もっと小さいものっていう考え方なんでしょうか。いや、マニュアルの中でより具体化していくということなんだろうと、詳細化していく、具体化していくのがマニュアルなんだというふうに思っています。なので防災実施計画そのものを変えるということには僕はならんと思うんですけれども、計画の基本的な計画のもとに具体的なその行動マニュアルというのを作っていくと、そしてそれはおおむね年内を目途にマニュアルを作って、協会としてマニュアルを作っていくということになると思います。またこれは大阪府市でも会場外のところはありますから、この基本計画をもとに会場外でのマニュアルというのを作って、行動計画というのを作っていくということになるかと思います。その点踏まえてですけど、そしたら会場外のところは府市もこれから細かくしていくということなんですけど、今回の実施計画の中で懸念点がいくつかあったんですけど、そのうち大きなところで2つお聞きしますと、1つがその前も何回も聞いてますけど、避難計画のところで、橋と夢前大橋ですね、夢前大橋と夢崎トンネルが使えなくなった場合の時に、船舶で代替するということですけれども、これ地震が想定されると思うんですけど、当然津波が来ますからすぐに船舶は使えないと思うんですけど、この船舶を使うという時のこの時間のスケジュール感といいますか、橋があかんようになって、そして船舶をどのタイミングでどういうふうに使うかって、その点をお願いします。これはやはり実際、その状況において判断するということになると思います。ただ南海トラフ巨大地震が起きた時はもうこれはおそらく知事とすれば自衛隊に派遣要請をするというような事態になっていると思います。ですのでそういった状況でこの夢洲付近で船が使えるのかどうなのかというのは、その時点でやっぱり判断することになると思うんです。で、津波の状況によってなかなか海の状況って漂流物なんかもあったりするでしょうから、そこの海の中、その安全を確認できた上で、当然海のからの何ていうんですかね、この移動というか、この中におられる方の当該への支援ということもやると思います。ただ現実的にはやはり、その船という方法もありますけど、現実的にはやっぱり夢前大橋、それと先島夢崎トンネルというのが、これは南海トラフも想定して大規模地震が起きても対応できる耐震性というのは強化した上での建造物ですので、それをおそらく点検する日数と、これは状況によりますが、それが1日なのか2日なのか、その間島内に滞在されている方をどうやって例えば食料であったりきちんと確保しておくのかということが重要だと思いますし、また怪我等されている方、緊急を要する方はもちろん訓練もいたしましたけど、例えばヘリコプター等で救助するだとか、あるいは船においても緊急的に救助できるような船で行うということはあると思いますが、全体的な島外への移動というか避難という意味では基本的にはやっぱり耐震性が備えている夢前大橋だったり夢崎トンネル等がメインになってくるんじゃないかなと思います。またその代替手段として船ということも当然海ですから、船つけれますので、そういったことも対応するということになるかというふうに思います。そうなりますとですね、震度6弱ぐらいまで大丈夫っていう話だったと思うんですけど、その間にですね、夢洲会場内に残る、これが1日なのか2日なのか分かりませんけど、その時に、避難施設として今回挙げられているのはですね、パビリオンとか催事場とか、それから大屋根リングですかね。大屋根リングっていうのはこの大屋根リングの下のところなのか、ちょっとその辺も含めて、教えていただきたいんですけど、これの収容力、
まあ、あの教会の方では、まあ、ピーク時の7割15万人を避難させるっていうのが、まあ、想定だと思うんですけど、この夢洲の会場内でそういったところを使ってどのぐらいの人数を収容できるとお考えなんでしょうか。これはやはり要配慮者の方を優先しながらということにはなると思います。まあ、その上でパビリオンであったり、それからあのリングにおいては基本下にはなるとは思います。風雨をしのぐという意味では、まあ、そういったところであのそのより配慮要配慮必要な人から優先して、この施設であったり、そして、まあ、広くは一般の方もたくさんいらっしゃいますから、パビリオンであったりそれぞれの館内の施設であったり、そのリングの下、まあ、リングを基本的にリングを活用する通して一時避難をして場所を確保するというのが基本的な考え方だというふうに思います。ちょっとそこの数まではわからないですけれども、そこはしっかり教会において対応できるようにしていくということをこれからさらに詰めていくんだろうと思います。もう一点、その、まあ、今もおっしゃったその要配慮者の優遇とかですね、まあ、ヘリを使うというところもそうなんですけど、医療の救護対策のところですけども、会場内で診療所が3カ所で、応急手当の場所が5カ所か計8カ所ということですけど、お医者さんはまあ診療所のところだけのようなんですけど、これそうなるとこう外の病院との連携とかですね、まあ、ドクターヘリに運ぶにしても一体ドクターヘリが何機あって、どのぐらい使えるのかというところが大事になるかと思うんですけど、そのあたりはもうお聞きされているんでしょうか。まず夢洲の会場内には常設の3カ所の診療所がありますし、それから5カ所 この手当所がありますので、合計8カ所の医療 の専門家等が対応している場所があるということになります。まあ、その上で、この一時的にはそういったところで対策お医者さんに対応していただくということになりますけれども、緊急を要する方についてはその近く の病院等に搬送をするということになります。その搬送手段とすれば、先ほど申し上げた完全に閉鎖されているときはヘリであったり、あるいは緊急手段を使って搬送するということになるかと思いますが、中で基本的にはその診療所等もありますので、一時的にはそちらで対応するということになるんだろうというふうには思います。これは夢洲に限らず、もうその南海トラフ巨大地震が起きているという時の他でもやっぱりかなり広範囲に被災している状況ですから、まあ大阪全体としてやっぱりそこはその災害対応をしていくというような状況になっているんだとは思います。まあ、ちょっとまだまだあるんですけど、こう全体としてはですね、今回の防災実施計画を、まあ、見られてですね、これで大体大丈夫になったと思われたのか、それともまだまだこれから細かいところを詰めていかなきゃないというそういうお考えなのか、その点はいかがでしょうか。やはりこれから具体的には細かいことを詰めていかなければならないと思います。で、具体的な行動マニュアル、対応マニュアルというのをしっかりと詰めていく必要がありますし、まあ、万博を想定した防災訓練、そういったこともまあ必要になってくると、まあ、昨日は880万人訓練で、僕は大阪メトロの中央線、これは万博の主要なアクセスルートになりますけれども、まあ、そこで地震が起きた時を想定した地下鉄の防災訓練に参加をいたしました。まあ、こういったことも一つですし、それぞれ の事業所であったりも、やはりこの今回基本計画が出ましたから、しっかりこれをもとにですね、具体的なマニュアル をしっかりと作って、みんなが関係者が連携していくということですから、何か今回基本計画が出たからこれで終了というものではないと思います。分かりました、ありがとうございます。あと言ってたけど、その周知っていうところですけど、この避難計画とかですね、それをこう、まあ、来場者の方々が知ってるか知ってないかで全く変わってくると思うんですけど、どこに自分は今どこに逃げたらいいんだっていう話とかですね、そのあたりのことは何か考えられてるでしょうか。やはり来場者の方はその万博会場内にいらっしゃるわけですから、そこでアナウンスであったり、あるいはサイネージがありますから、そういったサイネージで表示をするということを行うということになります。また海外のお客さん、海外の人も多いと思いますので、それを多言語で対応していくということが重要だと思いますが、多言語対応をしながらサイネージであったり、アナウンスであったり、そういったところで
周知をしていくという会場内の周知はそういったところで行うということになると思います。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。